89式艦上攻撃機立山空所属の89、観光東京工業大学に展示されていた89、観光89式艦上攻撃機は日本海軍の艦上攻撃機である。設計はイギリスのブラックバーン社だが製造は三菱重工業。13式艦上攻撃機の後継機として開発され、昭和7年に正式採用されたが、 13式艦上攻撃機の半数程度しか生産されなかった。海軍における記号は B2M。日本海軍では1925年に13式艦上攻撃機が採用されていたが、1928年にその後継機の設計競争を三菱、中島、愛知、川西の4社に行わせ、三菱が提出したブラックバーン社の設計を採用した。 これは、88艦隊による予算圧迫の影響の関連もあり、実物施策をさせずに各社に設計書類と木型を提出させて審査するという形で行われた。戦闘機の採用で他社に敗れていた三菱は、環状攻撃機器は必ず自社製にと非常に熱心で、ブラックバーン社のほかに、ハンドレーページ社及び、スミスル技師にも設計を依頼していた。 試作1号機はイギリスで製作され、機体は1930年に日本に届いた。交換骨組にハフバリの副容器で、ブラックバーン車らしい武骨な外観が特徴だった。その後、三菱で製作された試作機を用いて、不良箇所の改修が行われ、1932年に89式艦上工芸機器として採用された。 三菱は失速防止装置としてハンドレページ社のオートマチックスロット翼の製造権を50万円で購入して取り付けるなど発分、投資、努力したが、実機の性能は鈍重、故障多発、価格は高価で不評であった。鈍重さのため1937年に公衆空襲を行った89観光部隊が全滅するという事態が発生し、89観光は、 第一線から退くこととなった。航空機での直接の成果は得られなかったが、金属式機体設計生産技術が蓄積されたのが成果だった。1935年には、従来型の1号と速力が若干増加された2号の2種になっている。生産機体数は204機であった。ありがとうございます。